皆さんはモノクロボイスという曲を知っているだろうか。モノクロボイスは千葉県とポルトガルの県境に頻繁に現れるおじさんのことです。そしてさらに運の悪いことに、おじさんの性癖は太鼓の達人です。あ、おじさんの頭が見えますね。つまり、回転丼である。カブニチクー、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 カブニチクー。神は言っている。ここです。